強いとなありまして、これあとこう変形するんですよね、家計者がそういう品種なんですけど、これをベースにアトムの品種ができてますので、まあちょっと親として使ってみては面白いのかなと思ってます。それでそんなにこれよりもはっきり言って他の方が美味しいので、無理してみんなで作る必要がないですから、ただこれのいいところはこれ一切発味をしておりません。発味しなくてもここまで色が入ります。ですから加工とかにした場合、まあ、加工するのに発味はいらないと思うんですけれども、まあ、ちょっとこれからどうも使っていくかというのは考えています。それとこれ長々と